はい、アキラ系です。前回までで、組み立てが完了したスマートロボットカーキット V3.0、 これを動かすというのをやってみましょう。それで、これ、完成した車両なんですけど、前回ここにBluetooth のカードを挿すのを忘れてましたけど、まあ、これを挿したら、まあ、完成ということだったようです。ただしこれね、トラップかよと思うのが、このカードついてると、このArduino のボードにプログラムが書き込めないんだよね。これを書き込むときはこれはエラーになっちゃう。これを書き込むときはこう外しておくと。で、Bluetooth 使うときだけこうつけるという。これはまあ、通常は外しておいていいんじゃないかなと思います。で、これにプログラムを書き込んでいくんですけど、まずソフトをダウンロードしましょうということで、メーカーのページへ行って、ここにダウンロードあるんで、ダウンロードポチッとしていただくと、で、プログラムを書いたりするソフトはここですね。MacOS か Linux か Windows 選んでダウンロードしてください。で、このちょっと下、ここの部分にディスクと同じ内容のものがダウンロードできるんで、これでダウンロードして、まあ、マニュアル、そこの中に日本語の説明書とかがね、ちゃんと入ってます。これダウンロードして、回答すると、日本語っていうのあるね、ちゃんとね。で、組み立てる。これまあ終わったんですけどね、動かす。で、ここにマニュアル、ちゃんと、日本語のマニュアルがありますね。プログラムもここに、オート GO っていうのを後で使いますけど、ちゃんと書いてありますね。で、ここまあ、車を動かすって、日本語の。またこれがね、謎日本語ですよ。いかにも自動翻訳ソフトでやりましたっていうのがね、あるんで、ちょっと読み解かなきゃいけないというか、こうね、推理しなくちゃいけないんでね。プログラムを書くためのソフトのインストールとかですね、書いてありまして、ここに書いてありますね、赤字で。ここに、毎回プログラムをアップロードするときに、Bluetooth モジュールを外せと。そうしないとエラーになるぞと書いてあります。で、ずっと行って、で、4つのモーターをどうやったら動かせるかと。まあ、120とか1とかね、信号を送ると。で、こう、サンプルプログラムなんかがあります。で、とにかくまあ動かしてみましょうということで、さっきのこのオート GO というのを、これがプログラムですね。で、これを書き込みます。どういうどうするといいのかな。で、まあ、USB でですね、まあ、こうすでにこう電池ボックスに入れてあるんですが、スイッチオフの状態です。スイッチオフの状態で、これを、ここに、まあ、ガッチャンコと、まあ、電気つくんですけどね。で、これで、書き込みボタン。右矢印みたいなやつをポチリとすると、込まれます。なんか今ちらっとエラーが出た？なんだ？ なんか出た？なんか出たね。なんかね、時々出るんだよね。なんかもう一回やるとね、うまくいったりするんだよね。あ、OK。で、これ書き込まれたんですけど。で、これで書き込まれたら、もうこうブチって抜いて、で、スイッチを入れると、走ってます。プログラム的には前進して、いつもこう、スイッチバチバチやって大丈夫ですかね。プログラムとしては、
前進してバックして、左に回って右に曲がって、の繰り返し、前進してバックして右に回って左に曲がってで繰り返しなんですけど、ちょっとじゃあ動かしてるとこ見せましょうかね。はい、書き込みましたので、これを抜いて置くと、でここにスイッチがあるんで結構な速度で走りますから、ま、途中でピッとこう持ち上げてねこのスイッチ切らなきゃいけない。いきますよ。って感じですね。はい、次は、Bluetooth かな、リポートしてみたいと思います。明らけでした。